巨大研究機関に支配される町。そこで働き、貧困にあえぐ父親。彼には娘がいた。言葉を失った天才少女。そろそろ限界ですね。昏睡状態に陥る可能性があります。金はなんとかすっからよ。でもこれ以上盗んだらいい加減バレないですかね。いいんだよ、売れるもの全部売らないとね。おめえもただの寄生虫だろうが。エミちゃんが18だったら体で稼げんだけどね。これはある親子の物語。確か実の娘ではありませんよね。エミ